はい、どうもこんばんは。小林隆です。神保町、こちらですね、グランタイムカフェという、カフェに行ってまいりました。ランチいろいろね、こんなメニューありますけれども、なんか目につい止まってしまったのはオムレツパスタ、これですかね。オムそばみたいになってんのかなっていうことで、オムレツパスタを注文してみました。そうなんです。タイトルにもある通りですね、ナポリタンの上にこういう半熟オムレツが乗っかったような形でしたね。だから味の方で言うと、皆さんが想像したそんな感じの味でした美味しかったですけどね。ナポリタンみたいな、でもナポリタンもね、ちょっとした、そうだな、キノコのナポリタンみたいな感じで、そのどっちかといえば本格的な味だったんですけどね。でも想像している味が味わえますというね、そんなグランタイムカフェでございます。はい。この辺はなんかね、別のお店だったの、昔割と最近できたお店だと思うんですよ。これ前はなんかキッチン ABC とかだったのかな、なんかその辺の、立地にあるお店なんですけどね。はい。一度興味ある方行ってみてほしいと思います。さて、今日は日曜日ですんでね、アベレージの日ということで、皆さん聞いていただけましたでしょうか。聞いていない方いらっしゃいましたら、ぜひですね、ラジコのタイムフリーなんかを活用して、オンエアを聞いていただいて、それからこの動画を見ていただけるといいなと思っております。はい。今日のアベレージは、今一番欲しい言葉は何ですかという、そんなテーマでね、ついつい頑張りすぎちゃってる日立のナストちゃんを中心にした物語だったわけですけれどもね。それ以外にもアベレージの妻ゆうちゃんもね、すでにもうすぐ頑張ってるエースと言われてる営業部のエースの、同僚に頑張ってねって声をかけたことをなんか後悔してしまう、悩んでしまうというね、話もありまして、まあなんか頑張ってねって言った次の日から体調崩しちゃったのもあって、私のせいかなみたいになっちゃったんですね。だから人を励ましたり元気づけたり、あとやる気にさせたりする言葉かけって結構、まあ、難しいものもあるのかもしれないですね。まあただちょっと考えすぎなところもある気はしますけども、特に近年になって、ほらあれじゃないですか、うつ病の人とかに頑張ってっていう言葉をかけるのはやっぱり禁句なんだという話が結構広く広まってね、そこからは割とこういうことに対してナイーブになる人結構増えたのかもしれないな、なんて思いましたね。本編の中でも心配するっていうのは心をちぎって配るっていう、そういう話が出てきましたけど、まあね、思いやりとか心配りっていうのは、これはね、僕の考え方になるんですけども、結果が全てだと考えない方がいいと思ってるんですよね。自分のかけた言葉がきっかけで、あるいは自分の気の使い方のせいだけで結果がこうなったっていうふうに考えてしまうのはちょっとね、僕は過剰な気がするんですよ。人のあるいは他人の心の動きだとか、行動の変化だとかっていうのは、これ自分で翻って考えても分かると思うんだけど、ものすごくいろんな要素の複合でようやっとこう変わっていったりするものじゃないですか。だからね、自分っていうのは他の人にとってすごくたくさんの中の一つの要素に過ぎないんだというふうに思っておいた方がいいんじゃないかなと僕は思うんですよね。それを分かった上で自分の言葉で、なんかものすごく変わるわけではないって分かっていながら、自分がね、思いやりを持ってかけた言葉ならば、まあそれでいいんじゃないのかなと僕は思いますけどもね。大事なのはこう瞬間瞬間を自分としては愛を持って生きたのかと、愛を持って行動したのかなと、まあそういう振り返りだけがあればいいのかなと思いますけどもね。あまり自分を責めないでと思いました、ゆうちゃんについてもね。まあそれでも人はやっぱり後悔したいとか、もっとうまくできたんじゃないかと思うものだからね、まあそれ止められないんですけども、最終的にあんまり自分を責めるような形にはしない方がいいんじゃないかなと僕は考えております。なんでかっていうと、やっぱりね、自分に優しくできない人は結果として人にも優しくできないんじゃないかと思ってるからなんですよね。
特にほら今ねいろんな人が精神的にしんどいね状況って多い世の中じゃないですか。だからまずはね、何よりまずは自分のことを大事にしてあげるっていうのを忘れないでほしいです。うん、これは皆さんにも伝えておきたいですね。はい、ところでですね、劇中に登場した貴船というお店、まあ、前にもアベレージに、登場しているお店なんですけども、神田小川町にあったお店がどうやら閉店していて、で根津の方に、場所を変えて引っ越して営業しているということみたいですね。はい、ちょっとこのお店僕まだ行ったことはないんですけども、なんかこうアベレージに登場するととてもほっこりするエピソードが多くて、聞いてるとなんか一度行ってみたいなっていう気持ちにやっぱりなりましたね。なんでまあこの動画はね、基本的にその神保町界隈のお店を紹介するっていうつもりでやってますけども、まあそれとは関係なく、まあ一回行ってみようかな今度なんて思いましたね。はい、というわけでアベレージの番組ではですね、 Spotify の方でアベレージのプレイリストというのを公開しておりまして、番組で流れた楽曲がね、フルで聴けるようになってますので、そちらもぜひ利用していただきたいなと思っております。そして、Spotify と Audi で聴ける、スピンオフの、ドラマ、短いドラマがありまして、その時アベレージというね作品も公開されてますので、そちらも楽しんでください。あとはですね、3月いっぱいまで、オンラインイベントのアベチューブ2022のアーカイブが YouTube の方で公開されてます。これね、もうすぐ終わってしまうということなんで、まだ聞いてない方、あとは今のうちにもう一度聞いておきたいという方はね、ぜひ聞いてみてください。はい、というわけで、グランタイムカフェでランチをしてきたというそんな動画でございました。それではまた神保町でお会いしましょう。またね、バイバーイ。はい、というわけでチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。あと投げ銭したくなったら概要欄の方にリンク貼ってありますので、よろしくお願いします。小林隆史でした。